はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望レプデン続きをプレイしていきたいと思います。で、前回はですね、宿敵石山本願寺を打倒してついに一騎を鎮圧したというところまでプレイを進めてきたと思います。で、今回はその続きになるんですが、まずはですね、前回最後の方から始めている中国攻め、これを引き続きやっていきます。で、今は竹部山城に対して、林道勝の軍勢が攻撃を仕掛けていますので、これをね、引き続きやっていくというのと、あとはですね、今軍勢が詰めているところでいうと、三木城、ここには6000からなる軍勢が入っていますので、次はね、姫路城を攻略していきたいと思います。赤松のこもる姫路城、大河ドラマ軍師官兵衛でね、前半の官兵衛の居城になっていた姫路城ですね。で、あとはですね、この岸和田城には勝家が詰めているので、この勝家の軍勢は基本的にはですね、ちょろ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 出陣しては撃退してっていうのを繰り返している三好、ここをね、少し叩いておく、あるいはそれに備えるという必要があるので、この軍勢は岸和田に留め置いて、場合によっては都会して四国の三好攻めですね、この辺りをね、やっていきたいかなというふうに思っています。これが勝家の軍勢ですね。で、信長の率いる軍勢、これ主力の主力なんですが、この軍勢はですね、次何をするかというと、今小山御坊にいて、石山本願寺を倒した後というところになるんですけども、この軍勢はですね、この後能登に渡って北畠七尾城ですね、ここをまず攻略するというのが一つと、あともう一つはですね、実は今武田が姉小路を攻めてるんですね。なので、姉小路は多分ここで松倉城を落とされて滅んでしまうかなとは思うんですけど、これにね、遅れを取るまいということで、我々としてはですね、ここ富山城の神保家も攻めていきたいなというふうに思っています。で、順番っていうとですね、七尾を攻めるか神保を攻めるかなんですけど、武田が早ければ松倉城を早々に落として富山城に侵攻をかけてくる恐れもあるので、ここはですね、全軍を持って出陣をして、まずは神保家を叩きたいなというふうに思っています。では早速軍勢をかき集めましょう。騎馬適性が高いのって誰かいたかな、ここに。成政とかどうなんだっけ。騎馬 D か。D じゃちょっと話にならないよな。元地下600。これをじゃあ騎馬隊にしておきましょう。じゃあこの軍勢を持って神保家に攻め込みましょう。では中国地方の方に戻って、続いて三木城から姫路城に対して攻撃を送っていきます。赤松家の攻略のために、目前の5700か、ちょっと数が少ないかな。そうなると5000で落とせるかっていうとちょっと疑問だな。まず赤松の姫路城、ここの軍勢の数確認しますか。罪状が2か、かなり少ないは少ないな。
で赤松自体はというと他にも城を持っている光月城、小寺、ここは山田だよね。ってことはおそらく間に合わないんじゃないかな。姫路城に対してこちらから、まあ、いわゆる奇襲攻撃みたいな形で攻撃を仕掛ければおそらく間に合わないはず。赤松側の援軍は間に合わないという想定で軍勢を出しましょう。定数がゼロがいるって、純慶がゼロか。ゼロはちょっとまずいよな。そうするとやっぱり軍勢を整えてから出陣した方がいいと思うので、どっからか集めますか。石山ごぼうの細川に兵7000を輸送させましょう。でこの輸送が完了次第攻撃隊を送っていきます。で日勝の方は早速武部山城を攻撃しましょう。まあ、日勝がやられるっていうのは論外なんで、信兼、あとはどうだ、佐久間、こっちはやっぱりそんなに戦闘力の高い武将が揃ってるわけではないので少し苦戦する可能性はありますね。そんなに大きな城ではご覧の通りなさそうなので、まあ、割と決着は早くつくかなとは思います。問題はね、撤退する武将がどれくらい出てくるかというところだと思うんですよね。まあちょっとね、そのいわゆる大河ドラマでいうと今ちょうどね西郷隆盛のセゴトンをやってますけど、来年は九度館のなんかオリンピックかなんかをテーマにした大河ドラマになる予定ですよね確か。ちょっとねその2年続けて戦国時代じゃないっていうのはね少し寂しいなっていう気もするんですけどね。最近だとどうなんですかね、いわゆる三英傑でいう信長秀吉家康っていうところがね中心で描かれたのって最後はどうなんだろう。青井徳川三代とかが最後なんですかね、もしかしたら。そのそれ以降はちょっとマイナーなというかね、まあ、前田利家とかね、利家と松とかはかなり、まあ、有名、加賀百万石っていうのもあって有名かなとは思うんですけど、まあ、戦国時代あんまり詳しくない人でも知ってるような武将だったかなとは思うんですけど、その後はね黒田官兵衛とかになってくるとどうなんですかね。戦国時代好きな人はもちろんよく知ってるとは思うんですけど、そうじゃない人からすると多分ねあんまり聞き慣れない武将なのかなとは思うんですけど、あとは和豊とかね、山内和豊とかはありましたけど、そろそろね三英傑に誰かやってほしいですよね。順番っていうとどうなんですかね、秀吉やりましたよね、竹中半兵衛で10年ぐらい前ですか、もうもっと前だな、20年近く前になっちゃうのかな、やってましたよね。でその他でいうとあとはどうなんだろう、さっきお話した青井徳川三代で家康もまあやりましたとなると、そろそろ信長とかね見てみたいなっていう気もしますよね。
あとは去年は映画で関ヶ原やりましたよね。 V6 の岡田くんがなんか石田三成演じてたと思うんですね。あれもねすごく面白かったですよね。なんでね、大河ドラマで石田三成とかを中心に描くっていうのがあっても面白いかなという気はしますけど。まあ、いずれにしてもね、その今年来年はもう大河ドラマ決まってるんで、その次の年の大河ドラマはねちょっと戦国時代、しかもメジャー級の武将でやってほしいなと思いますけどね。まあ女上司直虎とかもね面白かったんですけど、やっぱりねその信長とかそのあたりがね全面的に出てくるような作品があるとすごく盛り上がるかなとは思うんですが、さあ竹部山城はこのまま順調にいけば落とせるかな。こうなってくるとあれですね、竹部山城は少しばっかり攻略がしづらい城になってるかもしれませんね。ご覧のようにね、その一部隊からしか攻撃が仕掛けられないっていう位置にいますよね。これがね3人同時に攻撃が仕掛けられるとかってなってくると全然攻撃効率が変わってくるんですけど、そこがちょっと攻略しにくい城になってるのかな。混乱させたり士気を削ったりできれば全然変わってくるんですけどね。ただこれでどうなんですか、士気が減って逃亡者が出てくれば一式の軍勢もどんどん減っていくんじゃないかな。今士気が32、まあ、20から30を行ったり来たりしてる感じですか。決着がつかないね。竹部山城ごとき落とせないか。そうすると道勝の軍勢は一度退かせる必要があるな。なかなか硬いですねここは。武田と上杉の小競り合いはまあ引き続き見守るとしてだ。信忠が小山御坊に加わりましたね。この時の信忠ってどういう能力になってんだろう。ちょっと武将の能力を見てみますか。こうやって見ると政治60、戦闘60、采配74ということでまあ普通かな。で鉄砲が B になってますけど、この時って確かにねそれほど正直言って評価されているっていう感じはなかったですよね。どちらかっていうとね最近の作品では信忠
結構優秀な武将として描かれることが多いと思うんですけど、この当時はまだまだって感じかな。そうすると、さあ、そうするとですね、続いてなんですが、まず道勝の軍勢、これちょっとね、情けないことに竹部山城を落とせなかったんで、一旦兵を引く必要があるな。ちょっと一旦軍勢を休ませましょう。で、赤井を一旦八神城に入れて、八神城から軍勢を戻しましょうかっていうね、ちょっと手間のかかることをやっていきます。で、信忠、あとは鈴木重秀はこのまま一旦残しましょう。小山ごぼうに残しておいてだ。どちらかというとね、中国地方の計略の方に力を、心血を注いでいきます。で、赤い隊を戻しましょう。八神城にもう戻っていますからね。さっき、撤退した武将たちが八神城に戻っているのが確認できたんで。あのまま戦っててもなんか勝ち目がないというか、攻略がしづらくてしょうがないですよね。さあ、三木城の方は軍勢が整ってますので、これで、では全軍を持って進発していきましょう。はい、ちょっとすいませんね、今もう毎年言ってますけど、花粉症なものでちょっと辛いんですよね、この時期はね、どうしても。さて、あとは気になるところで言うと、常に注意しておかなきゃいけないのが機内の方なんですよね。ここにちょくちょく三好がちょっかいをかけてくるので、これもどうする？そろそろ諸畑城でも攻めますか？岸和田から軍勢を発しましょう。もうね、ここまで来たら、ガリ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 攻撃隊を送っていきましょうか。騎馬特性の高い人がいるかって話だな、あとは。騎馬隊一応用意できるぐらいの騎馬数は揃ってますけどね、そんなにはいないかな。騎馬特性が高いってなると、どうしてもイメージ的にはね、武田とかね、そのあたりが真っ先に頭には浮かんできますけど、ここは順慶、藤高、光秀、左近とそれなりに揃ってるな。期待できますね。光秀がいて順慶、まあ順慶はね、能力は言うほどというところですけど、藤高はさすがですよね。左近、左近あたりになってくると、もう圧倒的な感じかな。あとは義輝もいるし、
あとは別所帯ですね、まあ、全く問題がないかなと思います。赤松の方の何士気は話にならないぐらい低いね。ほっといても勝てるっていう感じ。これはそうですね、で何もしないでも勝てちゃいましたね。そしたら神戸どうする。まあ豊洋だけしときますか。で七尾城の攻略も行っていきましょう。軍師は秀吉に任せます。まあ、1万を超える軍勢になってますからね。ただでかいな七尾城は。何も考えずにバンバン配置しちゃってますけど、さあここはただ畠山の方の士気が高いですね。赤松の姫路城とは雲泥の差だな。さらに敵の方もそれなりに勢力が整ってる感じがあるね。七尾城を攻めてる今信長軍、画面の上部出てますけど1万2000の軍勢ですね。士気は88。一方守り側畠山の方は兵が6500入ってますね。これは時間がかかりそうだ。1回では攻めきれないかもしれないですね。まあただ竹部山と違って城自体が広いように見えるので、まあ、そういう意味では軍勢の数で圧していければまあ勝機は十分にあるかなと。というところですね。やっぱりね、大名自身は兵1000を率いていて1対1の戦いを無理やり強いられるような局面場所だとなかなか攻略が進まないですね。であとは効率よく城門を破壊していくっていうのもこういう大きな城だと重要になってくるかなとは思います。敵も撃って出てきましたね。城の外に城外に。やっぱり縄文も硬いんで1回2回とそれなりに城攻めの数をこなしていかないと七尾城は落ちないかもしれないな。
まずは城門を突破して中に入り込みましょう。そこからですね、なかなかね城門がやっぱり硬いですね。ここはあの縄文攻略にもう2回3回とかかるかなという感じかな。そうなってくるとターン数を考えてもどうでしょうね。どこまで侵入できるか。確かレップーデンの場合だと一旦撤退するとね城の耐久が戻っちゃってた気がするんで、武将の数を減らしていくしかないですね。敵に縄文の前を取られているんで、ここはまずね縄文の前を取り返しましょう。誰かが壁越えしてるな。次のターンで利家が城門をようやく突破してくれるんじゃないかな。信長が敵の騎馬隊に攻撃を受けてるな。1回目の城攻めはもうどちらかというとこの流れだと敵の武将をいかに多く捕らえるかっていうところになりそうですね。もしくは士気が今敵の方3まで減ってるんで、もう 1,2 部隊追い込めば終わりそうかな。よし、士気ゼロにしましたね。いやー1回で終えたのは大きいね。さすがは信長の本体だな。
さてどうしようかな。畠山、まあ全員登用していきましょう。武将の数は重要なんで。強い弱いはもちろんありますけどね。でもちろん土用に応じないものは処刑していきます。独立勢力となったところはそうですね、傘下に入りますね。一旦ちょっとじゃあ兵を休めて、このあと神保のこもる富山城、ここに絵を進めていきましょうか。だいぶ進んだ感じがありますけど、まあさすが信長の本体っていうだけのことはありますね。姫路城の方はほぼ無傷で手に入れたので、ここもねまだまだ戦えるかなっていうところですね。で浦上家とはどうするかだな、この後ね。どこまで兵を進めるかっていうのもちょっとね微妙なところですよね。信長がねその存命中に築いた最大版図まではなんとか広げていきたいなと思うんですが、兵糧の数がちょっと足りないんだな。こうやって見るとね、ここは兵糧も移送させればよかったのかな、そういう意味で言うと。これ竹部山城攻略を再開していきましょう。で、姫路城から軍を発していこう。もうどんどんね、これを機に攻勢を強めていきましょう。姫路城が奪われるという事態を避けたいので、姫路城がもし狙われるっていうことがあればね、軍を急いで取って返すということはもちろんしなきゃいけないかなと思います。で勝家の軍勢は諸畑城を攻めますというところで、敵が出てるな。三好勢1500、これが出てるので、まずこれの撃破からかな、順番で言うとね。で信長は一旦休ませて、この後神保家富山城攻めに入っていきましょうというところになります。では、時間も30分経ちましたので、今回は一旦ここで終わりにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ続きも応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。